おーい、ローリングサンダーかよ。やってみるか。10年ぶりぐらいかもしれん、このゲームやるの。正直クリアできる気しなかったけど、なんだこの声は。新たな自分が、ローリング三段により新たな自分が開花したぞ。戻った。あ、降りてこいよお前。じゃねえよ、どけ俺の家の前から。よし、マシンガンあんま使いたくねえんだよ。こいつら銃撃つタイプ。出会い頭、変態マスク。やっぱ無事な、このゲーム。今のなんて絶対、なんか分からん殺しみたいなとこあるから。もう、判定おかしく？判定やべえよ。うぅ、マジか。ゲロ吐きそう。てか、もうこれ無理だ。ゼロ機だったらこんなところで。こんな全然序盤だからな。本当に簡単なところだから、これ。マジか、このゲーム。嘘つけ、もう難しすぎる。常識を疑うレベル、制作者の。うわ、この今のちょっと出現の仕方もかなり、これもな。だって出てくる頃知らないと絶対ぶつかるじゃん、今のなんて。おら、おかしいな、このゲーム作った人。だって雑魚敵はショッカーどんだもんな、もう。雑魚敵からしてショッカーどんだから。強いに決まってるんだよな。変態マスクが。こんなさ、これ弾補充してるけども、こんな弾使い切るよ。使い切れる気がしねえ。マジで管理しないで、敵を。嘘だろ、今の。嘘だろ。ほんと、こんなに難しかったか、ローリングサンダーって。クリアできねえよ、そりゃ。俺、このゲーム、5面までしか行ったことねえんだよ。これもさ、こうやってなんか、いつ降りてくるかわかんないじゃん、これ。降りてこないかと思ったら降りてくるからね、敵が。どけや、お前。クソが。よし、ここまで来たぞ。これもほんと、ドア注意や。マジでドア注意。よし。もう分かったぞ、お前らの行動パターン。とりあえずドアと、あとこの上下な。ジャンプ。お、来た。サビ。これが聞きたかった。まだ音楽は最高だな、ローニングさんだ。盛り上がってきたぜ。このタイヤの中隠れてんだよな。これまた処理するのがめんどくせえんだよ、この銃撃戦。これマジで。これどうすりゃいいんだよ。早打ち。これどうすりゃいいんだよ。完璧なサイクルで打ってくるじゃないかと。よーし、はめた。こうか。よし。ちょ、これマシンガンが。うこれ、いやらしすぎる配置がいやらしいっていうか、何も考えてないまであるな。何も考えてないな。敵の配置に関して。結果難しくなってるというか。安保反対。安保反対。しかも武器が根こそぎ奪われたぞ、あいつに対して。しかもこれ普通の銃の方がいいだろ、絶対。銃撃戦を制することができる。よし。
しかし心もとねえな、34発とは。いけるだろ、攻めよう攻めよう。ここひでえゲームだこれ。知らないと絶対対処できないからな、こんなの。わ、怖い、細っこいつ。スタイルいいな、パリコレに参加できるレベル。そう、この蝶の前、この下がる時の。いった。まあここなんてもう全然ローリングサンダーのロロジも入ってないよ、こんなの。セクシーギャル、ローリングサンダー。うー、もうこんなんさ、しかもライフ2個持ってかれてんだけど、ざけんの。なんであれでライフ2個持ってかれんだよこれで。本当にこんなにとんでもねえゲームやってたのこれは。なんなんでマジでローリングサンダー。これね、確かね、ギリちゃんいけたはずなんだよな。ギリで登る、あ、登れねえんだ。まあこんぐらいだったらいける。でこいつは切り替えてくるんだよな、切り替えていく。はあはあ、とんでもねえゲームを作ったもんだ、ナムコ。なんでこんなリスクを犯してまであんなマシンガン取りに行かなきゃいけねえんだよ。マシンガン取るリスクでかすぎだろ。よし、もういらねえよあんなの。ここまでのリスクを犯さなきゃ取れないんだったら。廃倉庫、よし、これ上上がらないといけないんだよな。足元がお留守だぜ。ここら辺のステージの、あー、な、何今の。もう無敵時間くれよ。ここからなんだ、嬉しい。どんどん熾烈になる敵の攻撃。うー、おい、やらしいぞその配置。どういった、なんでさ、こんなうろうろしてる戦闘に当たっただけ俺はダメージ食うわけ。そこがおかしいだろ。まず両成敗だろこんなの。相手も食らえよ、相手も食らえよっていうか、どっちも食らわねえわこんな。火力接触したぐらいだろ。何考えて、おいおいおい、たまに何も書いてないドア入っても銃弾補充される時あるからな。うん、影、あ、てか今の当たるんだ。このゲームの影が現れた、忍び部隊。でここに盛り上がるな今の部分だけ。お、愚かな。はは、何なんだよこのゲーム作ったやつは一体何考えてんだ。一方的すぎる。今ちょっと本当にかかとつま先に当たっただけだろ。なんで今ので死ぬんだよ俺が。しかもこっちは下に攻撃できねえし。影、よし、影雑魚いな。ただ上に高く飛ぶだけという。もう先行け、よし、こうだ。ここでね、たまに回復できる時あるから、これいちいちドア入らないといけないの面倒だな。よし、ね、あー、もう今ね、もう今行ったと思った、許せん。こいつは何をしてるの、夢をつかもうとしてる。これいけるだろ。お、あ、なんだ、はぁ、無敵時間無敵時間。お、ピコロさん、
ニューゲーム。俺本当にこれごめんまで言ったのか。それがすげえわ。マジで小学生にも追いつけないよ俺。本当にこんなゲームどうやって俺ごめんまで言ったんだよ。いけるわけねえこんなの。俺マシンガン維持していきてえな。絶対使わねえだろうけど。もうマシンガンとかそういう問題、火力の問題じゃねえんだよな。俺が欲しいのはアーマーだよ。まあアーマーなんてねえけどな、このゲームに。そんなものはない。ローリングサンダーにアーマーという概念は存在しない。もうこんなんなんだ、もう100発あっても意味ねえんだよ、こんなの。あぶれ。敵のバターを覚えれば結構す、羽ができるから、これ楽しいな。ローリングサンダーのいいとこ見つけた。ローリングサンダー、ほんと、いいとこは結構あるんだ、でも音楽もいいし。いいとこある。だこう敵の位置関係とこう暗い判定についてはもういいとこ探しようがねえわ。もう音楽、もう音楽だけだよ。もうほんとここはほんといいな。うるせえ。異様に盛り上がるこの部分。ただこの音楽2面までだからな。3面になったらほんとクソみたいな音楽になるから。そのクソではないけど、なんかすげえ、うわ危ない、安保反対、ドロー。おっしゃ、マシンガン維持で、しかも一人も死んでねえぞまだ。神の上か。これパスワードねえのか。なんでパスワード入力って、パスワードねえのかよ。おい、セレクトボタンとかかな。プレイ。あ、なんだよ。うわ、危ねえ。パスワードねえの。うーし。あぶれ。あれはだけは絶対に取らない。取ってたまるか。そんな重要でもねえからマシンが。制作者が思うほど。このゲームをなんか、そんな銃弾とか大して関係ねえから。手慣れたものよ。夢をつかみに来てるな。これ意外とこのしゃがみ打ちの射程があるな。わあ、ちまった、急ぎすぎた。もう無視。おい、なんでお前そんなまっすぐ追いかけてくるんだよ、影。結構面白いかもしれないこのゲーム。アクションゲームなのよ、俺向き。割といける。このゲーム本当気づいたら家にあったんだよな。いつあれ、いつからあったんだあれ、本当に。謎すぎる。なぜ家にあったんだ、そもそも。その謎を今解くときなのかもしれん。高ぶってきた。影。影の軍団が、俺の命を奪いに来たぞ。このゲームの謎を解くときか、俺が。なぜ俺ん家にあったこれ。お前捕まってる割にはきっちり脇沿ってんな。ここな、ここまで音楽一緒なんだよな。ここから鳥原チーム出た、猿、進化した猿。あいつがまた強いんだよな。トゥ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 、うわこの音楽怖かったな。マジこれ地獄だな、このさらに一度狙われたら。地獄だ、ここは地獄が俺を呼んでいる。ローリングサンダーという名の地獄オーナー。やべ、30しか隠しねえ。このさらマジで要注意人物だな。保健所に提出してやる、お前を。あ、これはこれでいい音楽。はあ、マジでこの猿の、猿を一度調子づかせたらやばい。呪いの館か。呪いの館でしかない今の。こいつもヒロシだし。
呪いの館かもしれん、これ、ひょっとしたら。おーい、マジか。なんだこいつの反射神経は。なんかお前の動きも若干見切ってきたぞ。猿見切ったり。呪いの館、呪いの館にも程があるだろ。よし、なんで80なんだよ。100でいいじゃねえか別に。段数なんて大して関係ねえんだから、このゲームに。もっと派手にくれや、それだったら。ここよー、知ってるぜ。うわひどすぎる、これはひどい。言葉も出ないもん。矢継ぎ早に来るクソゲーの嵐。お前のなんかもうこのうろうろタイムもなんか早く進みたいのに。よし、うわーもう急ぎすぎたか。てかあれ罠じゃねえのか、やっとして。あ、パスワードあるじゃん。パスワードです6426099って。え、6426099でいいの、いけるの。こいつが誰なのかはもう知らんからな。64290、あれあれ6424099だっけ、あれ64待って6429099だっけ。え、64642409099は合ってるよな。6426099。あ、いけた、よかった。危ねえ、記憶をたどって何とかたどり着いた。あ、パスワードあんならでもいけるわ。なんで俺パスワード使わなかったんだ。おい、バルログだっけこいつの名前、確か。まあなんとなくスピード感だけはバルログっぽいな、こいつ。まあなん取らねえ、どうせ死んだら終わりなんだ、弾なんて。取る時間がもったいねえわ。覚えゲーだなこれ。さあ、で、さあ来るぞ。ひどすぎだろこれ、この歩き、この歩法。最大警戒。おい、ほら、ふざけんなマジで今の。おお、早く降りてこいや。なんなんこれ、ほんとこの上にいるやつ。死ね、お前が全ての元凶だ。よーし、マシンガンゲット。やっぱりあんなマシンガン取らなくてよかったんだ。ここで取りゃいいんじゃねえか。うお、ついにリカオンが現れた。まあこいつそんな強くねえけど、バルログが最強だね今んとこ。この先なんか思い出したぞ、なんか檻みたいなとこがあって、そこから出てくる演出があったら、確かに思い出した。めっちゃ玉手に入るな、いらねえけど。このゲームにおける段数という概念、そこまで重要じゃない。おお、ここで重要になってくるのかな。マシンガンだと若干倒しやすい。お、出た、俺の中から、俺の記憶。何の意味があるんだこれ。中に入ってる犬が、うわ、それはお前雑魚が取っていいことじゃねえぞ。はい、降りてこいや、お前。この下、もうこいつバルログが来るんだよ、早くしないと。早くしろ、マジでこいつイラつく。登ったら絶対降りてくるからこいつ、ほら見ろ。マジンガンをチャージ、こら。なんでも、なんでだよ。6426099、
アスワローこれ手に入れたら、まあ、いけるんだろういつかは。なんで俺ごめんまでしかいけなかったんだ。本当に難しかったのか、そんなに。これ待ってりゃいいんだ。はあ。もうでもパスワード使えるんだったらいつかいけるんじゃないのかって俺は思うんだかな。くそー、三面は越したいな。三面は越したいっていうか五面まで行きたいな。五面は越したいな。なあ、はあ、いやもう積んでたぞ俺。許せん。いやもうダメだ、集中力がローリングしてない今。プレイヤーがローリング状態に入らないと。おぶえ、刹那の見切りを発動した。いいのこのゲーム、忘れさせる俺の。夢中にさせるものがあるぞこのゲームは。全く、正直言って全く期待してなかったが全く期待してなかったがこのゲーム、俺を熱くさせるものがある。なんなんだよこいつ、マジでイラつく動きが。もうお前殺す。このちょいちょいパターンを覚えていく感じは楽しいかもしれない。でパターンを覚えたら敵が割とすぐ死んでいくから、でああいうのもちゃんと考えて作られてるのかもしれないな。こいつほっとくと危ないですよっていう、割と考えて作られてるかもしれないこのゲーム。ナムコのこの術中なのか俺は。倒してこういって、あーこれ結構面白いかもしれん。ちゃんと覚えていけばパターンが見つかるから。おい、パターン踏襲していけば、こうやっていけばほら今見えたぞ、ちゃんと見えてくるんだよちゃんと。そして銃撃戦。うっうっ、前衛と後衛に分かれて。でこっから先なんだっけ、牢屋のところだっけ確か。いっぱいやべえな。あれ、しゃがんで、しゃがみで当たるのこれ。なんで当たらなかったよな。こっから出る。はあ、やりえねえだろ今のスピード。スピードがやばかった今。ほんと避ける暇なんてなかったもん俺。はい降りてこいお前。やばかったよな、避ける暇マジでなかった。見えたと同時に、あそうだこいつ処理しないといけないんだちゃんと。ここ行ってこう、これは完全に覚えた。もうこれ死ぬ要素ねえぞ。一つの山を越えた。今見た、なんか2発同時に。はあ、ふざけんな。ケチくせえなこの辺は。30発しかねえな。なんだろうな、予備動作。お、ちょっとなんかタイミング分かってきたな。これじゃあ飛んでみたする。はあ、ふざけんな、いい加減にしろマジで。でも今なんか上の岩の形で覚えるか。いやなんか、え、全然いけるじゃんこのゲーム。まだ3面だけど。パターン覚えていけるぞ。おい、しかもこいつこれで銃撃ってくるからな。
ほんと腹立つ好きナンバーワンだ。よし、よし、見切った。これ4面いけるぜ盛大なフラグでしかなかった。いやマジむずいわこれ。いやでもこれクリアできるかも。ちょっとワクワクしてきたわ。